南海地震は、紀伊半島の紀伊水道沖から四国南東沖を震源域とする巨大地震の故障。南海トラフ西側で、プレート間の断層滑りが発生する定格逆断層型の地震と考えられている。競技の南海地震は1946年に発生した昭和南海地震を指す名称であるが、講義には、 安西南海地震や宝永地震など、南海道沖を震源域とする、歴史地震も含まれ、南海地震と総称される。さらに2001年の東南海、南海地震等に関する専門調査会設置以降は、土佐湾から、紀伊水道沖を震源域として発生するとされる、固有地震の名称としても使用されるようになった。また、 南海大地震や南海道地震と呼称される場合もある。この付近の南海トラフではフィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込んでいるため、たびたび m 8級の開口型地震が100から200年程度の再来間隔で起きている。巨大な地震となる原因について年齢の若いプレートは薄く比較的高温でプレート間の固着が起こりやすいとするアスペリティモデルが 提唱され、これが高い地震カップリング率と連動型の地震を生じる要因と考えられていた。実際にフィリピン海プレートは年齢が2000万年程度で南海トラフの沈み込み帯ではジオネットの観測からプレート間の固着による東海沖、南海沖の広い範囲でプレート間の滑り遅れが確認されている。 しかし、逆に連動型地震が起こりにくいとされた古い、プレートの境界で、スマトラ島沖地震や東北地方太平洋沖地震が発生し、必ずしも当てはまらない例があることも指摘されている。また、昭和南海地震でも確認されたように、単純な低角逆断層のプレート間地震ではなく、 広角逆断層である分岐のスプレー断層の滑りをも伴う可能性も指摘されている。また、南海トラフのような深体を形成する沈み込み体では地震は巨大となりやすく、対して日本海溝のように陸側のプレートを削り込み深体を形成しにくい沈み込み体では津波地震が発生しやすいとする説があるが、発信機構にはまだ不明な点が多い。 将来の発生が予想される南海トラフ沿いの巨大地震の震源域では固有地震の考えに基づく震源域として東海地震、東南海地震と並ぶ大規模地震に位置づけられ地質学者、地震学者から注目されてきた。地震の特徴としてなどが挙げられる。南東上りの地殻変動は低角逆断層の プレート間の滑りで説明されているが、異論もあり、地盤沈下は、地震動による地盤の圧縮。岬先端付近の隆起は、東西方向の圧縮応力にかかる地震動の結果であり、西南日本外帯の地形に見られる、東西性の波極構造も、この結果によるとする見方もある。歴史地震の記録からは、東海、東南海地震と、ほぼ同時に連動。 または2年程度までの間隔を空けて連動して、発生していると考えられてきた。このような発生パターンや推定される規模も様々で、地殻変動や津波の規模で直近のものを比較すると、大きいものから、方栄地震、安政南海地震、昭和南海地震の順であった。例えば、宿毛市大島の神社の石段は、 宝永地震津波では39段目まで浸水し、安西南海地震では7段目、昭和南海地震では1段まで達しなかった。2011年12月に発表された中央防災会議の南海トラフの巨大地震モデル検討会の中間取りまとめでは、南海トラフで起きると想定される3連動型巨大地震の最大規模として、震源域が、 従来のほぼ2倍に拡大され、暫定値として MW9.0 の超巨大地震の想定が示された。昭和南海地震の震度分布ごく近い時期の発生であったものとしては、1946年12月21日午前4時19分4秒、和歌山県潮の岬南南西沖78。 キロメートルを震源として発生した MJ8.0 の昭和南海地震がある。この地震は1945年の終戦前後にかけて4年連続で1000名を超える死者を出した4大地震の一つである。1946年の昭和南海地震では地震発生直後に津波が発生し、主に紀伊半島、四国、九州の太平洋側などに襲来した。 地震や津波被害が激しかった地域は、高知県中村市、須崎市、高知市のほか、和歌山県串本町、海南市などであった。四万都市では、市街地の8割以上が地震動で生じた火災等により壊滅したほか、串本町や海南市は津波による壊滅的な被害を受けた。死者は、 行方不明者を含めて1443名、家屋全壊11591戸、半壊23487戸、流出1451戸、消失2598戸に及んだ。南海地震と周辺連動地震の歴史南海地震は、過去1000年あまり過去の地震活動の記録が残されている、世界的にも例を見ない地震である。 南海地震が単独で発生した確かな例は昭和地震及び安政地震とされるが震源域が全く等しいわけではない。高和地震も単独発生の可能性があるが南海地震としての転居資料である土佐の記録の日付が5期であるとの仮定のもとの推定であり、その他南海地震と考えられていた白鳳地震、仁和地震、昌平地震は 連動型地震である可能性が唱えられている。明王地震については単独で起きたあるいは連動型であった当初説ある。津波地震とされる得意な傾聴地震は地震調査研究推進本部による2001年時点の長期評価では南海トラフの地震の系列に属すものと評価しているが南海トラフのプレート境界地震でなく音痴津波とする見解や 伊豆、小笠原海溝付近を震源とする見解も出されている。西暦表記の日付は、京長地震以降は、グレゴリオ歴、明王地震以前は、ユリウス歴。マグニチュードはウサミによる、推定値、昭和地震は、気象庁による値であるが、巨大地震に上いずれもモーメントマグニチュードとは、乖離がある。 684年11月26日白鳳地震 M8 プラス1オン、死者多数。井戸期になって大地震があった。土砂で津波により大きな被害。いよいよ禅は埋没して出なくなり、田園が海面下へ沈下。これは日本初期の南海地震とされる最古の記録である。地質調査によれば、東海道沖の震源域におけるほぼ同時期の 地震痕跡が発見される。887年8月22日にん地震 M8.0 から8.5、5期七道諸国、京都、摂津を中心に死者多数、津波あり。地質調査によれば、東海道沖の地震震源域におけるほぼ同時期の地震痕跡が発見される。1361年7月26日。 小平地震に M8 プラス14から8.5、死者多数。摂津、阿波、土佐で津波により大きな被害。摂津4天王寺の近道が点灯し、圧死者が出た。津波で、摂津、阿波、土佐に、被害、特に、阿波の雪港で、流出1700個、流死64。東海道沖を、震源域に含むかは不明だが、同時期に、 東南海地震の震源域で地震が発生したという説もある。東大地震圏が調査した法隆寺の記録によると、淡路島の障壁にもかかわらず、大阪市天王寺区でも海岸から4キロメートル以上にわたり津波が押し寄せたという。さらには、伊勢神宮の古文書でも当時の記録が残されていることがわかっている。 1707年10月28日放映地震、M8.6、五気七道諸国、東海地方から、九州東部の広い範囲が激震域となる。この地震の49日後に、富士山が噴火し放映山ができる。死者2万人余り、東海家屋6万戸余り。房総半島から九州まで大津波が襲来し、大阪、土佐の被害が甚大であり、 清流寺薬れでは、標高25メートルの地点まで遡上した。道後温泉の湧出が145日間止まる。1854年12月24日、安西南海地震 M8.4、死者1000から3000人。木、土佐などで津波により大きな被害。大阪湾に注ぐいくつかの川が逆流。道後温泉の湧出が106日間止まる。 時間差でこの32時間前に安政東海地震が発生している。両地震による死者の合計は約3万人との説もある。余震と見られる地震は9年間で2979回記録された。1946年12月21日、昭和南海地震 M8.0。被害は中部異性の日本各地にわたり死者1330名。 家屋全壊1万1591戸、半壊2万3487戸、流出1451戸、消失2598戸。津波が、静岡県より九州に至る海岸に来襲し、高知、三重、徳島沿岸で4から6メートルに達した。室戸、紀伊半島は、南上がりの経路を示し、 室戸で1.27メートル、潮の岬で0.7メートル上昇、須崎、関野浦で約1メートル沈下。高知付近で、田園15平方キロメートルが、海面下に没した。道後温泉の湧出が38日間止まる。山口県美祢市では、秋吉大六の古東川沿いの低地に、合計1から11メートル。 深さ1から5メートルの堆積地り稲が150よ、発生した。この地震の2年前、1944年12月7日には、昭和東南海地震が発生している。1 9 9 9年2月16日、高和地震に M8.0 から8.3、幸福寺西近藤、東昇派、大門と回廊が倒れた。摂津天皇寺回廊を通る。死者数、津波記録は、 未確認。土砂において、地殻変動で、電線を待ちみな海に沈むとする、支配文書の記録が、幸福寺や天皇寺で被害の出た地震と同一のものと、考えられた。しかし、地震の発生日時記録などに問題があり、高和地震は、南海地震ではなく、この地震の2年2ヶ月前に発生した、栄町地震火報3年11月24日。 東海道沖の巨大地震と推定されるこそが南海道沖の地震をも含む方影型であった可能性が考えられるとされる。734年5月14日期内、七道地震をこの種の地震に位置づける説もあるが津波の記録が確認されず、イコマ断層帯の活動による内陸地震との説が有力。 794年8月9日、内陸地震の可能性も否定できず、現時点では、南海地震と断定するには決め手に欠ける。徳島県海洋町先行寺の薬師如来出現図には、永遠元年5月に漁船が波に飲まれた時、薬師如来が現れて助けたという演技伝承が描かれ、南海地震津波と考えられたこともあったが、 江戸時代後期に書かれたものであり、時期が987年と特定されるわけでも、なければ津波であると断言もできず、これを南海地震津波とするには、不確実さが何重にも存在するとされる。1185年8月6日津波と思われる、記録から、文字地,地震を南海トラフ沿いの巨大地震とする説も、あるが、 琵和湖西岸断総体南部の活動による内陸近く内地震との説が有力であり、地震記録の様相は内陸地震と考える方が妥当とされる。13世紀前半頃から大阪府堺市の石津太志神社及び和歌山県美の島の藤波遺跡に南海地震によると思われる液状化現象の遺跡あり。 1233年3月17日に諸国デオ地震の記録が存在するが、同日に、京都における、有感地震記録が確認されず、この文書の伝わる寺の回帰以前の記事であって、信頼性が低く疑問視されている。古記録から、この時期の南海トラフ巨大地震の発生時期を探る、試みもある。1408年1月12日欧泳地震。 京都、紀伊、伊勢で地震。鎌倉に津波があり、熊野本宮の温泉の湧出が停止したというが、宝永地震との混同の可能性があり、京都以外の資料は疑問視されている。地質調査によれば、明王地震、1498年9月11日、M8.2 から8.4、死者3万から4万人以上と推定。伊勢、 駿河などで津波により大きな被害、浜名湖が海とつながり、伊勢大港で家屋1000戸、歴史者5000人、伊勢島で歴史者1万人、静岡県志田郡の林総員記録で歴史者2万6000人など、前後に南海地震も発生。1498年6月30日に中国、洋洲港の水面を揺るがしたとされる日向灘地震が、 南海地震に相当するとの説もある。明王地震の73日前に発生し、南海地震が東海地震に先行した例であるとされる。しかし、これには資料の無理な解釈が含まれ、安政地震後に起きた法余海峡地震も、上海付近を強く揺らしており、九州付近で起きたスラブ内地震の可能性もあるという。 1520年3月25日栄翔地震。京都、木で地震。熊野、那智で自社が破壊され、津波があったが、フィリピン海プレートのスラブ内地震の可能性があると、される。1605年2月3日、慶長地震に M7.9 から8、関東から九州までの太平洋岸に、津波、房総半島、阿波、土佐などで、大きな被害。 八丈島でも津波による死者57人。死者1万から2万人と推定されるが、津波以外の被害記録はほとんど見出されていない。南海トラフ沿いの津波地震との仮説が出されていた。震源域には諸説あり、南海トラフの地震ではないとする見解も出されている。昭和南海地震は太平洋戦争戦後の混乱期であったため十分な。 観測体制がなかったが、前兆現象として、土地の流気や地下水位の低下の証言が多く残る。ことから、今後の発生が想定されている、南海地震に対し、以下のほかいくつかの観測体制を整備、運用し、前兆現象を捉えようとしている。プレート間の固着の度合い。プレート移動による歪みが、地震によって解放される割合に相当する。ハイタカは、変が、 西のもとに、はや、作りが、鳥の漢字。ユニコード09で3、X0213 面区点2から94から41、ジス x 0 2一3漢字一覧の2面94区、参照。想定は、昭和南海地震モデルであり、1946年以前の3回の南海地震の中で一番規模が小さいとされている。口述の、 長期評価の概要のものは、その約4倍の規模の M8.4 となっている。ありがとうございます。